日産自動車は3月23日日本時間3月23日や米国で開幕したニューヨークモーターショー16においてグトーの2017年モデルをワールドプレミアした。現行グトーは2007年10月に発表、ほぼ毎年確実な進化を遂げてきた。今回デビュー8年を経てニューヨークモーターショー16では 二度目の大幅改良を受けた2017年モデルが登場している。2017年モデルでは3.8リットル V 型6気筒ガソリンツインターボエンジンをさらに強化。最大出力は 570PS と従来比で 20PS 引き上げた日産によるとよりフラットなトルクカーブを実現しているという米国仕様の上級グレードプレミアムには シのエグゾーストシストテムを採用アクティブノイズキャンセレーションとアクティブサウンド技術と相まって不快な音を消しつつ刺激的なサウンドを演出した内外装も変更外観は V モーショングリルをやや大型化しエンジン冷却性能を向上このグリルには新しいメッシュパターンとマットクローム仕上げが施されるボンネットも空気の流れに配慮した新形状で 高速走行時の安定性を高める。室内はフロントシートが新デザインでホールド性と快適性を向上。スイッチ類の数は27から11へ減らし操作性を引き上げた。パドルシフトはステアリングホイールに移設され、ステアリングホイールから手を離すことなく操作できるようにした。